キャバクラと仕組みが違うじゃないですか。あの係制度と指名制度で。キャバクラは永久指名じゃないので指名買いができるんですよ。でクラブは永久指名なんで係は変えられないんですよ。やっぱり係いない一組取れるってすごいことなんで。めっちゃ嬉しいことだと思う。みんなそうだよ。ほぼもう係確約。今ちょっと平井さんをちょっと呼んで日付ずらすと流れそうな感じ。係になるかも。あ、水田さんがこうやってダメでした。ダメでした。なんで。ギリギリのところちょうどのギリギリの時に当時は全然そんな話は聞いてなかったんですけど、実際リクエストそんなにかかってなかったですし、自分のお客さんもそんな持ってたわけじゃなかったんで全然売り上げ持ってないし、まあ傍から見たらね、まあ使えないヘルプっていうか感じだったと思うんですよ。首寸前だったっていうそう。でもその中で美里さんが、いやあの子は大丈夫だから本当もうちょっと待ってほしいってずっと止めてくれてたらしくて、そう、私の首をつなぎ止めてくれました美里さんがやっとあのお客様に顔を覚えてもらえるようになったんで、ちゃんとそうです、リクエストもいただけるようになったし、本当売り上げもね自分で頑張って立てないと。阿部さんもあれじゃないですか、入店して1年経ったんじゃないですか。経ちました。そうなんですよ、1年2ヶ月同じぐらいの時期に入った子たちみんな辞めてますね。でもそれこそあの去年そのクビになりかけたとか、全然こうリクエスト入らないし売り上げ立てられないしみたいな時期の時は本当にしんどくて、全然普通に仕事してましたけど本当にしんどくて、ちょっとやめたいなという時期もありましたよ、やっぱ。今のその世の中というか、若い子たちが仕事嫌だったら辞めればいいじゃんっていう風になってしまってるから起きてると思うのね。で昼間の仕事でもこの前お客様から聞いてびっくりしたのが、新入社員4月入ってきてもう辞めた子がいると。今世の中がそうなっちゃってる。だから基本的に1年勤めなきゃ女の子のことは信用しない。だからみんなちゃんとほら信用するから裏切られたみたいになるでしょ。私初めから信用しないから何とも思わない。そんなもんだよねと思ってる。でうちの場合は特に YouTube とかを、ね、テレビとかを見て来る子が多いから、その覚悟がやっぱりあんまりないと思う。まあでもね、なんか1に根性、2に根性、3しかなくて5に根性で育ってきたからさ、今のこの甘さはね、驚いちゃうけどね。あの葵のすごくね、いいところは腐らない努力家じゃない彼女は。とっても自分のお客様も皆さん仲良くしてくださいってタイプだし、こういう係も結構いるの、私のお客様みたいな、そういうタイプでもないし。お客さんは来ないですよね。今日ないです。ヘルプですよね。ヘルプです。でもあの、なんだっけ、それこそ YouTube を見てくださったお客様で、まだ店係なんですけど、本来であればね、なかなか一元さん入れない時はあるんですけど、ちゃんと事前にこちらもね、そのお客様のチェックさせていただいてから、初めてこうご来店いただける方はお店の係として
見てはいるので、まあね、本当に頑張ってる人たちにその方がね係として講座をいただけたらね、それはそれで非常になんかヘルプの子たちもこうやりがいはあるお店だなと思いますよね。この間同伴していただいて、はい、もともとは大阪の方で在住なんですけど、うん、あの月1とか月2ぐらいで出張でいらっしゃるので、いわゆるもう分かりやすく言うと、うん、係争奪戦じゃないですか、それ。ああ、そうですそうです、良い論ですからね。ライバルは他にいるんですか？ライバル、うん、あ、ママそうですよそうです。まあでもお店にね来てくれればありがたいんで大丈夫です、それは。やっぱママとかついてるとそこに係になってほしいっていうお客様やっぱ多いですからね、まあ、安心感もあるでしょうし、ね、お仕事と仕事の、ね、接待商談で使うときはやっぱりそこのテーブルをどう回していくかっていうのが係の議論になってしまうので、やっぱ経験値が強いママたちだったら、まあ、安心ではありますよね。そうか、うん、いらっしゃいましたよ、例のお客さん。例のお客さん一番奥、一番奥、奥、奥、ご一緒に。ああ、どうぞどうぞ、はい。ご一緒に。だから撮影やからこう。はい。プライド。昔はなんかこの高さがプライドの高さとか言って、まあ私は別に今そういうのではなく似合わないんですよね、顔的になんか今時の髪型が。着るもの多いですしね。でも慣れてしまったら楽ですよ。ああ、ただ夏場は暑い。うん、今は暖かくていいんですよ。お見送りとか女の子寒いじゃないですか、ドレスだと、うんうん、でも暖かいっていいですけど、夏はしんどいですね。そうですよね。もともとちょっと太ってたんです、もうちょっと。はい、もともと痩せようと。いや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 、これが一番人生マックスで太った時です。これすごいですよね。これあのお顔はもう全然そうなんです。はい、何も制限もしてない、してないです、もちろん。でも確かにちゃんと見たらお顔はね、あの、子供からそうそうなるなって思うんだけど、うん、そう、顔も体もでもすごかったんです。でもどっちも素敵。お優しい、もうでも高さに入れますね。もうジムちゃんと行ってて、はい、ジムも行ってます。大ライトなので、ちょっとね、入ってからやってたもんね。それがちょうど去年の やりたい方なんで、それこそこうやってね、夜やってる時にこうやってお店で出会うじゃないですか。そういう方たちと縁を切りたくないっていうのもありますし、こういうホステスさんだったりなんだりとかやってる方とかって個人事業主じゃないですか。やっぱり、まあ、今は割とこう理解がこうされてきましたけど、まあ、お家借りづらいとかなんかいろいろあるじゃないですか。でそういうのをちょっとお手伝いしたりとかなんなりとかするのに、まあ、結局水商売長いの でそういう方面でこう、ね、なんかサポートしたりなんなりとかできるようなしてあげる側になりたくて。このママがいろんな立ち業を始めたのを向いてるポイントがあるのを入れちゃうんですね。プラス例えば年がやってきてやっぱ売り上げないとホステスやってくるのがなかなか厳しくなってくるので、その子たちの受け皿というか先を作ってあげたくてっていうのがママの他の事業を展開してる、うんうん、だからそれ初めはどうなってるんですかみたいな、その後すごいいいと思って、なかなか難しいじゃないですか、普通の、ね、例えば飲食でも、まあ、今はまだ銀座のホステスとかっていう、多少評価してくれる時代にはなりましたけど、昔だと、水商売ずっとやってるなっていうと、うん、この何年間何やってたのみたいな、うん、水商売やってるみたいな感じで、うん、普通の企業にやっぱ行けなかったんで、うん、すごいいいことだなって。うん
な。いろいろ問題ありますね。いらっしゃいますね。ちょっとイメージ悪くてちょっと失礼な話になっちゃうんだけど、意識しないで。大丈夫ですよ。はい。いいんですよ、それは。なるほど。はい。さすがです。ね、ありがとうございます。もう本当嬉しいです。見てください。いやいや、いいんですよ。今呼んで、私言うから。そしたら次回から、今日まではあるけど、次回から。そんな。いやいや、もう本当に嬉しいですね。もう係確約、ね、今ちょっと平井さんをちょっと呼んで日付ずらすと流れそうな感じ、係になるかも。あ、吉田さんがこうやダメでした、ダメでした、ダメでした。なんで、え、なんで、なんで今言われた、なんで嘘でしょ、ちょっと言いづらいんで嘘でしょ、笑ってる。嘘でしょ。よかったね。いや、もう係だよ、ね、もう係、そうです。次回から、やった、今回4回目で、葵さんがずっと最初からやってくれたので、はい、どうしますかって言ったら、もう次から葵さんでお願いしますって。ありがとう。まあ、もういる前で言ってくれてるから間違いない。え、もう今聞きに行ったんですか。今行ってきた。いや、私いる時に聞きたかった。ありがとうございます。しっかりとやっていきます。嬉しい。すごい嬉しい。入れなくなってしまう、入れなくなってしまう。ライバーにしてはライバーからお客さん引っ張れてないな。まだまだですね。頑張んないです。なんかでもやっぱ気持ち変わりますよね。こう背筋も伸びるし、なんか全然変わります。意識が常にこう意識して歩けるようになったっていうか。もう係だよね。もう係？次回から。やった。すごい嬉しい。登板回数足りないのに、もう係になれるんですか。まあ登板回数と、あとはもう来店、どうしても登板したくてもできない方がいらっしゃるので、まあ登板だけじゃなくて登板と、あとはもう来店の回数も踏まえて。何回以上で一応係、今後どうしますかって話をするようにしてあるんですよ。でもう、ね、今日で5回お越しいただいていて、まあ、スタートからずっと窓口やってくれて、でもう僕は係そろそろ決めたいんだっていうところだったので、貸し取りましたね。青木さん貸し取りました。でもあの冗談は多分やってしたと思います。ですね、多分もう分かってたと思いますけどね。まあ、はい、まあちょっと逆に後でお祝いしてあげなくちゃいけないんで、やっぱり係ね、一組取れるってすごいことなんで、全責任を今度は彼女が持たなきゃいけないので、お客様の。じゃあそのプレッシャーも踏まえてね、でもやっぱりね、一組係取れるって大きいことなんで、まあ今ちょっと僕もね、葵さん担当はしてるので、そこはちゃんとやってあげないと。ありがとうございました。お気をつけて。ごちそうさまです。すごい良かったと思う。やっぱり係になれるってことは嬉しいことなんですか。めっちゃ嬉しいことだと思う。みんなそうだよ。雑誌だってそうだし、若い子たちもそうだし、でも若い子たちの方がもっと多分嬉しいと思う。人間性とか自分のことを気に入ってくださって係にしようと思っていただけるのが、そんなに今まだ青いはお客様いないから、余計嬉しかったと思いました。